おはようございます。木上です。本日も毎朝の連続パイロット Vlog、クルーズをご覧いただき、ありがとうございます。さあ、今日はですね、もう見ていただいての通りでですね、3日間ほどお休みをいただいていたんですけれども、その間、こちらの、スタジオの方がですね、新しくなりまして、この机をですね、組み立てたりなんだりというところで、お休みをいただいていたということですね。まあ、やはりこう、ここまで総特会しようと思うと、すべて物を出して、で、そこから組み付けて、で、また物を入れてっていうことで、結構てんやわんやしていたんですけれども、おかげさまでですね、こういったいい配信環境がまた整ってですね、次の1年もいい収録ができそうかなという感じで、こういったスタジオができましたというご報告とともにですね、いくつか、楽しいお知らせというかですね、かなり来月に向けて、期待の膨らむそういった、お知らせもできるようになったので、そこら辺含めてですね、今日は簡単に、Vlog 形式でまとめていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。さあ、ということで、まずこちらのデスクですね、軽く紹介しておこうと思うんですけれども、特に配信機材とかは変更なくですね、これまで通りの内容なんですが、今この使っている椅子ですね。こちらの方も新調して、今は古いのですけど、届くのが待っている状態ということで、それが来たところで全て完成という形なんですけれども、これまで使ってなかった機材をですね、いろいろこう整理したりとか、そういった具合で、結構いい配信環境が整ったかなというところですね。ちなみにこれ全部ですね、DIY で、自分で作ったというところでですね、ちょっと時間がかかったというところもあるんですけれども、どうにかこうにか、完成までこぎつけたという感じですね。細かいところ言うと、まだちょっとスタジオ内ですね、他にも、手をかけたいところがあってですね、この画角を外れると、いろいろこう脇にですね、資材が置いてあったりするんですけれども、まあ、それはおいおいやっていこうということで、また改めて、配信環境がどうにか戻すことができたので、明日からフライトシミュレーターを使って紹介していくというところと、あとはですね、この新しいデスクになってから、この、ここにですね、眠っている iPad ですね、iPad Pro の方もうまく使ってですね、こちらを電子黒板のようなタイプにして、どんどん座学的な内容ですね、グランドスクールの内容っていうのも配信していきたいと思っていますので、そちらの方も合わせて見ていただければというところですね。まあ、かなりここを作るということで、スタジオがこう全てですね、フリーになるっていうところを狙っていたんですけれども、たまたまこの前回の3連休ですかね、土日月というところで、このスタジオから人がいなくなるということになったので、じゃあこのタイミングでやろうということで、急遽思い立ったようにやったというのがことの次第という感じですね。はい。ということで、まずはこの新しい配信環境が整いましたということで、今後はですね、こちらの方からライブ配信含めて日々の動画をお届けしていきたいなと思います。では続けて2つ目の話題ですね。今ちょっと撮影に使ってしまっているのであれなんですけれども、新しい iPhone ですね。iPhone 13。今回ですね、かなりこう、Vlog を撮る人向けになったのではないかというぐらいですね、カメラの機能で面白い機能が追加されたということで、どうにか争奪戦、まあ正直言うと争奪戦があったのかすらよくわかっていないんですけれども、そちらの方もしっかりとエントリーして、ゲットできたということで、ちょうど24日発売日の日ですね。日中受け取れるっていうのは分かっているんですけれども、開封自体は土曜日になるかなと思いつつも、動画のクオリティをちょっと上げられるということで、まあ、そこら辺も含めてですね、この比較をしたいっていうのもあって、こういった形で今回はですね、Vlog 形式で撮ってみているというところもありますね。なので、もしかすると、あと3日後、4日後にはですね、同じような画角でさらに、いい絵柄、もしくは今回のカメラ機能のアップデートで、後ろとのこのピンのですね、取り方っていうのも、オートで切り替わるようになったっていうことなので、こうパッと振り返った時に、後ろのディスプレイにですね、フォーカスが合うとか、そういった新しい機能っていうのも紹介できるかなっていうので、まあ、たまたまいいタイミングで新しいスタジオ化をできたので、せっかくなら素材としてですね、いくつか見ていただきたいなというふうに思っております。ということで、二つ目の報告というところは iPhone ですね、ゲットできるということで、発売日に入手できることが確定したので、まあ、そこのご報告とともにですね、
また取り上げていきたいなという内容になります。それから3つ目ですね。これはですね、まだちょっと詳細はお伝えできないところもあるんですけれども、10月の中頃ぐらいに、実際のリアルなフライトでですね、一つ面白い企画ができそうなので、新しい iPhone とともに、Vlog 形式でですね撮影いきたいと思っていますけれども、ちょっとこれまでの作ってきた動画とは一味違うというかですね、まあ、いろいろ内容も変わる部分あると思いますので、ぜひそちらの方も期待してみていただければということで、まあ、告知までですけれども、ぜひぜひ今後もですね、いろいろテイストは変えながらにしても、飛行機の話題、空の話題っていうのを毎日やっていきたいと思っていますので、引き続きフォローしていただいて、日々の動画チェックしていただければと思います。そうそう、ちょっとだけおまけですけれども、動画を撮っている中で、皆さんかなり気になっている人は目に留まってたのかなと思うんですけれども、こちらですね。この上の部分。エアカナダの実際のパイロットのウィングバッジですね。知り合いのパイロットからもらったものですけれども、こんな形で飾っておりますということで。これは多分2代前の、ウィングバッジですかね。かなりデザインが最近は変わっていますけれども、1代前、2代前、ちょっと不確かですが、そういったウィングバッジなんかも飾っていますということですね。はい。ということで、ちょっとだけ余談でした。